タム級の高知市の黒潮ジム所属松岡洋介選手は、惜しくも東軍代表の田中小平太選手に判定で敗れまして、新人王獲得はなりませんでした。第31回の東西対抗全日本新人王決定戦が行われました東京の後楽園ホールは格闘技のメッカと言われています。おとといの夜はジュニアフライ級からジュニアウェルター級までの8階級で東軍西軍の新人王が全日本新人王をかけて6回戦で対戦しました。およそ3000人のファンが詰めかけた中でまず開会式が行われまして、選手たちは大きな拍手や声援を受けて早速試合に臨みました。松岡選手は朝の計量も1回でパスをし、最高のコンディションでリングに上がりました。一方、赤のトランクス田中小平太選手は神話川上ジム所属で左右のフックを得意とする変則タイプのボクサーです。松岡選手は試合前に4ラウンドまではじっくりと相手を見ていくという話でしたが、いざゴングが鳴ると1ラウンドから打ち合いとなりました。松岡選手は得意の右フックやアッパーで攻めましたが、田中選手の変則ボクシングに手こずり、攻撃がやや単調になりました。こうして松岡選手が自分のペースをつかめないまま6ラウンドをフルに戦った結果は勝差で松岡選手の判定負けとなりました。試合直後、対戦相手の田中選手は、今ご覧いただいている6回は自分の手数が多かったが引き分けと思ったと話したぐらいのほぼ互角の試合でした。判定を聞いた時はどんな気持ちでした？悔しかったです。いろんなところが傷になりましたね。しかし、はい、まあけど、そうですね。まあけど、こんなのはまあちょっと打ち身というかあれだからすぐ治りますけど、やっぱりちょっと試合に負けたという傷がちょっと痛いですね。でもこれから頑張ってくださいよ。はい。ね、これ悔しにまた頑張って練習を続けていきます。まあこうして松岡選手は連勝が8でストップしましたが、これから頑張って練習をして連勝記録を作って上を目指してほしいと思います。さて、今黒潮ジムの松岡洋介選手は惜しくも判定で敗れました。まずその試合の模様からご覧いただきましょう。チャンピオンへの登竜門、全日本新人王への王手をかけた黒潮ジムジュニアバンタム級の松岡はうまさが光るボクサーファイター。一方、相手の田中は強打のファイターでサウスポーです。これまでサウスポーとは2度対戦し、共に勝っている松岡ですが、この日の相手は一味も二味も違いました。小平太という名前通り小兵姿で登場、試合前から松岡を威圧します。松岡雄介、これまで松岡の方は10戦して9勝1敗、一方田中は8戦して6勝2敗とキャリアでは松岡が上回っていますが、田中は東京のジムで強い相手に恵まれ練習量は豊富です。前半3回までは様子を見る作戦だった松岡ですが、立ち上がりから左右のフックの連打で攻める田中につい応戦し打ち合いに出ました。相手の内側に入ってボディを攻めアッパーで起こしたい松岡ですが、田中は上体を低くしうまいクリンチで逃げます。試合は5ラウンドまで松岡が2度スリップダウンをしたものの、ポイント差ではそれほどはありませんで最終回まで進みました。予定 のペースと違ってですね、相手のペースに巻き込まれましたね。変則のスタイルはもう分かってましたのでね、1ラウンドからちょっと打ち合いに行ったらいかんいうことを言ってたんですけど、どうしても気が強いから自分から打たれた打ちに行くし、ちょっとペース巻き込まれましたね。結局試合は判定に持ち込まれましたが、3対0で田中に外貨が上がりました。
惜しくも新人王を逃した松岡は次に4月に行われる試合に再起をかけることになります。松岡選手残念でしたけれども、この後の試合で勝っていけば全日本のランキングにも入れますし、さらにその上も狙えるわけですから頑張ってほしいですね。